あなたはどこにいるんだろう。あなたをあなたにしてるもの、それは一体なんだろう。チョコレートを見てる両目や、ぬくもりを伝える両手や、潮風を感じる腹先、日の光に透ける髪の毛、綺麗に磨かれたつま先、愛しさに波打つ心臓、不思議を考えているのを、その全てを作る細胞、それは一瞬で壊れては、増えてすぐに入れ替わってく。君がただの物質ならば、とっくに君はここにはいない。その笑顔、その涙、どこから来るのだろう。僕らは細胞を超え、触れ合えるのかもしれない。